はいそれではえまず立ち方とえ運足を説明しますはいじゃあちょっと前屈になってくださいはいはいまずまあ普通に構えていただいてまあこれがあの普通の前屈の立ち方そしてまあ構えた構えですねはいまあ、こういうあのバランスっていうか前足に体重をかける この形がすすごく大事で,すでその時に前足の角度的にはやはりこう前屈になる上ではこれ足が開かないで足首をしっかり締める形の前の膝を曲げるという感じでえ構えていただくということですね。はい、それではいまず前に運足を使って前に移動します。はい 2はい3、はい、この時はしっかり後ろ足を伸ばすということですねハムストリングからふくらはぎはいそして、えー、回ってくださいはい、はいはい、今度は膝を深く曲げながら前に飛び込みますはい1はい2 今あの、はい、ちょっと真ん中に入れて、はい、簡単そうに見えますけども後ろ足のこの膝の曲げあるいは伸ばし、えー、そういった部分を意識して、えー、前に出ます、はい、ちょっと構えて頂い,いて、はい、後ろ足のバネを使いながら前足は 突っ張りながら前に遠くにはい1はい2はいはい回っていただくいはい、はい、もう一度はい1はい2はいその時にはい後ろ足のこの足首の位置ですねこれがこう開かないということですね必ず前になるべく向けながら 腰を自然に正面に向けるということですね。